おはよう。着いたね。来れるよ、電車で。一人で来れた？来れるよ。ご主人いないよ、今日は。全然平気。ニードル大好き、伏瀬さんです。バッチリ38。名前を伏せるでおなじみの。お願いします。せさん、めいっ子のゆなちゃん会いたいね。会いたいって言ってた。うん、僕も会いたいですよ。ゆなちゃん、今度一緒にアウトレット行こうね。いや、もうよかったね。ああ。つむさんとバッチリえみちゃんとせさんがいます。吉祥寺やってきました。散策してやりましょう。もう隅から隅までスワンボート乗ってやりましょう。泳げないんじゃない？泳げないよ。ああ、やっぱり。泳げないよ。やっぱり。眉間にシワが寄っちゃうよ。あ、でも場所、ほら、おでこのシワはないんだよ。あ、ほんとだ。綺麗綺麗。ほら、綺麗綺麗。怒る？そうするとついちゃうけど、あとついちゃう。でもさ、ここしかなくない？伸ばして。伸ばして。そう。ダメだよ、眉毛触ったらなくなっちゃうから。スキット、まずじゃあ行きましょうか。はい。ケバブ、うちの旦那が。脇がの味っていう。ケバブが脇がの味。わかる？わかんない。誰もわかんないよ、そんな。脇がのに。わかる？ほら。若干そういう匂い。好きだよ。大好きだけど、ケバブ好きなんだけど、3年前くらいに、夫婦のルールで、ケバブ屋さんになったら絶対食べなきゃいけないっていうルールを1年間やったんだけど。でも脇がの匂い。脇がの味する。脇がの味って言っちゃった。それ美味しくないやん、じゃあ。匂い。ちょっとアディダス先寄っていきましょうか。一回一瞬入ってく。女の子いるよね、こういうの。ああ、合うじゃん。さすがにね。そう、お腹冷えちゃうしね。今年38。お腹悪くなっちゃうから。そう。どうしたの？他見つけたの？これ何の意味？これを出ちゃってるよ。あ、これ後ろか。こっち前じゃないの？これが前でしょ。え、違うよ、違うよ、ほら。本当だ。こっち前でしょ、だって。前で。おっぱい。ほら、おっぱい出ちゃう。ちょっと、あ、ちょっと。うわ、怖い。つむつむに見せたいの？出てる。いっぱい出てる。ちょっとエミちゃん、ちょっとエミちゃん、5,500円？父に隠れないよこんなの。5,500円で父出して。捕まるよね。捕まった時のお金の方がやばいよ。しつかし。来ましたよ、スキットさん。ということで、ちょっとじゃあ入ってきましょうか。スキットさん入ってきました。最新のリリースのやつはちょっとお高めなんですよね。8号の1人。おー、でも8号ジョージタウンが約4万。物によってだ。めちゃくちゃでもね、掘り出し物みたいのがあるんですよね。何それ？ジョーダン2。そうだ、バッチリさんジョーダン2好きですもんね。あ、そうですか。真っ黒なジョーダン2。そう、しかもこれなんかの絨毯の生地っぽいやつ。あのスウェードね。うん、この間の。うん、このサンダーの反転カラーのやつですね。ジョーダン4ブレッド。3万9000円。高っ。あ、それ安いんですか？今もっと高い？アママイ11、33,000。なんか探してる靴があるの？コービー・ブライアントって NBA 選手のバッシュ。おお、詳しいね。旦那大好きだから、コービー。あ、ご主人が好きだから。そう、これが欲しいかは分かんないけど、なんかこの間買ったんだよ、5万くらいの。5万のコービー？ちょっとあれした、持った。いや、でも3万したかな。持ってるんや。これも分かるよ、わし。レブロン知ってる？ルーニーチューンズとコラボだよ。ルーニーチューンズコラボのレブロン。そう、ルーニーチューンズって知ってる？知らない。バックスバニーって知ってる？あの系列。そうだよ、レブロン映画出たでしょ。ラバックスバニー。そう、あれのコラボモデル。すごいやん。もうめちゃくちゃドンピシャなんじゃないの？もう母言ってる。もう長野めいちゃんじゃないのそれ。に偶然会ったみたいな感じなんちゃう。 AJ2 マルチカラーみたいなやつ。2019年。じゃあ最近出たんだ。これなんて言うんでしたっけ。ポジットだ、名前出た。ポジットもスキットさんは結構豊富にあるんですよね。全面セメントもかっこいいんじゃない。あとこのピンクなのがすごいね、ソールがね。 27.5、 13,000 だって。安っ。いや、かっこええ。これは2014年。もうちょっと
もう9年だからじゃあもしかしたら危ないかもしれない。この水玉も1万2000円ですよ。28が魔人ブーみたいな、ドラゴンボールカラーみたいな。6600円、安っ。最初のモデル700、チータないんじゃない？高いこれ。めちゃくちゃ高いんじゃない？あったら買っちゃうの？めちゃくちゃ高いよ。そんなに高い？10万はしないけどっていうぐらいなんじゃない？あー、ショーケースの中かもしれない。まあそのぐらいのもんでもおかしくないですね。目がギラッとなっていいね。最後気になったのがあった、うん、ウォーリアーズって書いてあった。そう、もう分かんない、あ、ちょっと分かんない。面白いのもあったけどね。つむさんも今回は収穫なかったんだ。今日はなかったね。一瞬全部ワインレッドカラーのなんか買おうとしてたけど、ジョーダン5。あ、なんかこれ有名なやつじゃないの？ああ、そうですね。あ、これリフレクター入ってるやつ。あ、なんかこんなしっかりしてるんですか、生地。そう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 。あ、こっちがリフレクターなしで、こっちがある。で、このなんか、そうそうそう、このカクカクしたのが、リフレクターになってて、ライト当たるというか。どのぐらいのもんなんですか？あ、え、安い。安い。え、安いですか、これこんなに。あ、でもここすごい安いかもしれない。このリフレクティブモデルが6、9で、あ、リフレクティブなしも同じ値段だ。え、安くない？本物？え、いいかも。これめっちゃいいじゃん。こんな安かったんでしたっけ？他の店で俺見たときは1万2、3000円してたの。さすがに1万超えはと思いましたけどね。違うな。でもサンタモニカさんは安心できるところ。サンタモニカさんは結構有名じゃないですか。有名ですけどね。前から昔からありますよね。ちょっと欲しいでしょ。ちょっと、いや、気になってたからこのモデルね。僕もこれリフレクタブルがちょっと気になって。ああ、これまだ持ってないんだ、布施さんも。これは持ってないですね。リフレクティブモデルがあるんだ。なんかあんまり分かりづらいけど、ああ、ちょっと確かにデジタルカモってやつですね。ああ、なるほど。画面だと分かりづらいけど、若干色味も違いますね。個体差というか状態がそれぞれ違いますね。もうこのタイプがだんだんもうなくなってきてるんで、新しいやつにトレーニングウェア変わっちゃってきてるから、まあ、これも完全に群馬にもほら、ネタがついてる。サイトで調べると、ロットナンバーとか出てきて、この辺ね。それでちゃんと見れますよ。こっちは汎用物で、これはちょっと後から作ったかもしれない。そう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 。大体群馬ってこのタグがついてる。そうですね。布施さん鑑定では安心、大丈夫ですか？大丈夫じゃないですかね。わかんないですよね。俺もっと古いやつじゃないと、ファスナーがどこのかや。年代的には大体トレーニング新しいんで。ああ、これ自体が。そうそうそう。1990年後半とか。この値段は安いですよね。安いっすね。原宿にもありますもんね。そうですね。バッチリさんが調べてくれた結果、やっぱ高いですよね。1万いくらするよね。1万いくらする。1万6000円。そのぐらいする。それにしても半額ですもんね。安っ。調べちゃって。退屈だからね。二人で今こうやってやってる間ずっと退屈だから。いや、つむさんでも大変なんですよ。1万2000円なんですよ、これ。普通、売ってんのが。うん、それがあれ、号泣で売ってます。こっちが本物の軍で。偽物？偽物じゃないけど。偽物じゃないけど、うん、納入品じゃなくて、こう、サプライヤーが違うやつですね。同じものなの。多分、品質全く同じですよね。そうそうそう。だから、本当のただの自己満っていう。どうしよう。じゃあ、井の頭公園行きましょうか。で、スニーカー見せてもらおうぜ、つむつむのやつ。あ、見る見る、うん。ここ、お得なお店いっぱいあるんじゃない？ねえ、これで今日可愛くない？これ。あ、もしかしたら他で状態いいやつあるかもしれない。そう、それ探すのも古着屋の楽しみです。そうですね。気にならない？
この色。この色が。なんかのお菓子食べたよ、カールとか食べた後。ああ、そうそうそう。あ、カールか。そう、カール。ポリンキかと思った。ポリンキ。知ってる？ポリンキ、ポリンキ。そう、三角形の私立割れってやつ。もうやってないよね、CM ね。懐かしい。あ、バレるじゃんね、年代ね。いやいやいや、もうバッチリ38って言ってんだから。登場から38って言っときながら。もう言ってんだわ、十分。年齢気にしてた今更忘れてた名前についてんのに来年じゃあ39にしないとね。そう大変だね。そうだよ、だからもう適当にエミちゃんに変えるわ。夜中でいいよ別に、気にしてないから名前なんて。ご主人はチッコリ。チッコ。ここがヒデさんとかめっちゃ美味しいって言ってた焼き鳥屋さんです。へえ。で1本100円で安くてっていう。着いた、井の頭公園。スワンスワン。あ、ほんとだ。そんな見えないじゃんね。乗ったら分かりますよなんて誰か乗ってるから昭和の伝説だから。嘘。今はもう令和は無理なん。ジブリあるよ、ジブリ。ああ、ジブリは行ったことある。わしもえ、なんか水多くない。どういうこと、水多くない。水多くない。どういうこと。え、こんな近くまで水ある。あ、近いってこと。あんなんやる？やる？乗る必要あるとか言うんじゃないよ。いや乗るでしょ。カップルでここ来たら乗りたいでしょ。いや乗りたい。乗らないでしょ。うちは乗んなかったよ。よかったな、こんなスニーカーチャンネルで。僕が人気なくてよかったな。ほら、そんなことやってるから。バチ当たった。スワンになると800円だって。30分。スワン30分800円。普通のボート500、30分500円。そう。スワン800円。うん、高じゃあスワン800円30分高いね。そうだよ。だからスワンに乗ってる人の方が格上ってことにしよう。お金いっぱい出してるから危ないよ。格上。そうだ、ほら、見て。スワン。あ、ほんとだ。でもボートほとんど乗ってないんじゃない？この前、僕が買えたやつ、インスタント吉祥寺店で、やっと渡せました。ありがとうございます。ほら。うん、何だな。もう好きそうやもん、もう。あれ？ユニオンの T シャツ着てる。あ、そうそうそう。ポイ活。ポイ活で買っといたんだ。あ、そう、なんか、いや別にこのおじさんが欲しくて。輪っかだけ金になってんの珍しいんじゃない？普通同色だもんね。あ、そうなの。インソールいいんじゃない、無理しなくても。取ったらもう二度と多分入れらんないよ。言うとか見る取る苦労と見た時のでしょうね感が釣り合わないんですよ。あ、でもこれね、これこの人たちの名前がそれぞれ左右で入ってるんですよね。接着剤がうんこ。最近ナイキのスニーカーうんこついてるね。うん、なんか希望というか後つくね、指の跡がふかふかしてる、うん、これがね、ちょっとお手入れが大変ですけど、うん、ウーノで固めとかないと。ウーノで固めとかないと。ウーノ懐かしいまだあるのかな、うん、あるあるんですか。続いてんだウーノってジャンプの惰性で読んで大人になるみたいな感じで、当時使ってた若者がおっさんになって今も使ってるだけじゃないのCM やってる人はあれでしょ。あ、本当アップデートしてんだそこら辺は。ちょっと今気づいた。おい、やってんな。ヘビ柄のパターン、カーゴパターンあったんか。ヘビそのままのやつの違う種類買ってるやん。ここはね、不思議ですよね、うん、プラスチックでもないですもんね多分、うん、まあ曲がっても全然可愛い可愛くはないね。本当はね、本当はね。